皆さんこんにちは。日常的ランキング、チリです。今回の動画は、都道府県庁所在地に接している人口の多い自治体ランキング。各都道府県庁所在地に接している407自治体のうち、人口の多い50自治体をランキング形式でお届けします。果たしてどのような結果となるのか。それでは、スタート。第50位、岐阜県大垣市。159,280人。第49位、山口県宇部市。163,353人。第48位、宮崎県都城市。161,605人。第47位、千葉県佐倉市。171,460人。第46位、島根県出雲市。173,835人。第45位、千葉県習志野市。174,812人。第44位、神奈川県鎌倉市。176,460人。第43位、京都府宇治市。182,144人。第42位、広島県東広島市。193,533人。第41位、三重県鈴鹿市。196,461人。第40位、千葉県八千代市。204,717人。第39位、広島県呉市。209,241人。第38位、群馬県伊勢崎市。212,128人。第37位、東京都渋谷区。229,412人。第36位、佐賀県佐賀市。229,427人。第35位、東京都文京区。229,653人。第34位、埼玉県上尾市。239,229人。第33位、兵庫県宝塚市。237,888人。第32位、埼玉県春日部市。231,726人。第31位、山形県山形市。244,441人。第30位、神奈川県大和市。244,421人。第29位、静岡県富士市。249,094人。第28位、新潟県長岡市。261,287人。第27位、東京都港区。261,615人。第26位、大阪府八尾市。261,998人。第25位、千葉県市原市。278,085人。第24位、東京都豊島区。288,704人。第23位、兵庫県明石市。305,404人。第22位、愛知県春日井市。308,937人。第21位、東京都中野区。333,593人。第20位、埼玉県越谷市。343,866人。第19位、滋賀県大津市。344,552人。第18位、大阪府高槻市。348,530人。第17位、埼玉県川越市。353,183人。第16位、群馬県高崎市。369,314人。第15位、大阪府吹田市。381,316人。第14位、神奈川県横須賀市。388,197人。第13位、大阪府豊中市。407,695人。第12位、東京都町田市。43,831人。第
11、神奈川県藤沢市44万5177人。第10位、兵庫県尼崎市45万8895人。第9位、岡山県倉敷市47万7799人。第8位、大阪府東大阪市48万137人。第7位、兵庫県西宮市48万2796人。第6位、埼玉県川口市60万4715人。第5位、大阪府堺市82万1428人。第4位、宮城県仙台市106万7486人。第3位、京都府京都市138万5190人。第2位、神奈川県川崎市152万4026人。第1位、福岡県福岡市158万1398人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。